はい、皆さんこんにちは、カモフラチャンネルです。令和2年2月の11日、夕方の4時4分です。今日はですね、昨日、初めてね、僕が、ライブ配信を、させていただいた話なんですが、第1回カモフライブということでね、もうね、昨日いきなりね、思い立ってね、ちょっと時間がね、1時間ぐらいできたんで、ちょっとノートパソコンでも見に行ってみるかという感じでね、ちょっと見に行って、で、買って、持って帰ってきて、で、ちょっと設定をしていたら、なんかうまい具合にできたので、じゃあもう早速今日の夜やってみるかということでね、なんかもうトン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 って感じでね、急に、やることになりました。で、わからないなりにですね、なんとかスタートすることができて、でね、スタートしてみたものの、いきなりね、コメントがもうね、ダーって感じ。もうどんな感じでコメント来たのって言われたら、もうダーって感じ。もう流れるようにね、雨みたいに、滝みたいに、一気にコメントが来て、僕ね、最初当初の予定ではね、N子公演 .com さんとか、ドラゴンチャンネルさんとか、勝山康弘先生みたいにね、丁寧にね、皆さんのコメントをちゃんと読んでいくようなライブ配信をしたいなと、お手本にさせていただいてますよ、みたいなね、感じで軽く考えてたんですけど、まあコメント読みってこんなに大変なんだなと。これはちょっとやばいぞと。すごいぞと。この量は。なかなか読めんぞと。でね、まあコメントの内容はまあまあ、いいんですけど、名前ね、その人の名前、英語の人もいたり、ひらがなの人もいたり、漢字の人もいたりね、いろんな人がいるわけなんですよ。もう頭フル回転ですよ。もうすごい。あれね、今までライブ配信僕ね、参加する側でスパチャとか投げる側だったんですけど、あのね、すごいわ、配信者って大変。ほんまに。やってみたらわかりますよ、配信者。すごい。まあいい経験になったなと思いましたね。で、ピーク時にはね、なんか380人ぐらいいたのかな。すごかったですね。瞬間最高視聴率はね、380人ぐらいでしたね。でそれが僕多いのか少ないのかもね、初めてなんで全く分からなかったんですけど、後々ね、ドットコムさんに聞いてみると、なかなかないよと、初めてライブ配信していきなり380とか行く人おらんよと、いうことをねおっしゃっていただいたので、まあ成功だったんじゃないのかなと。もう皆さんのおかげですね。はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。でね、モデレーターさんをですね、友好的な仲のいいね、普段仲良くさせていただいている、僕がチャンネルを見てね、チャンネル登録をさせていただいているね、配信者の皆さんを中心にね、モデレーターに設定させていただきました。それもね、事前に決めていたわけじゃなくて、ちょっと配信中にね、急にちょっと思いついて、あ、そうやな、配信者の人、名前に色をつけてあげたら喜ぶかなと思ってね、なんかそのモデレーター作業ももちろんやってくれてもいいんですけど、まあ作業をしなくてもね、まあコメントを何かしらした時に、その配信者の名前ね、チャンネル名とか名前が、他のねリスナーさんと違って青色になるじゃないですか、モデレーターって。なんかスパナのマークがついて、それってね、配信者としては結構ね嬉しいだと思うんですよ。僕は嬉しかったんですよね、自分が配信者やりながら、誰かのライブ配信でモデレーターにしていただいたら自分の名前が目立つんでね、自分の宣伝になるじゃないですか。なので、僕も配信者をね中心にモデレーターにさせていただいたという感じですね。もちろんね、モデレーター作業をどんどんやってもらってもいいんですけどね、やっぱりね、配信者には配信者にしかわからないことってあるんですよ。それね、別にね、リスナーさんにはわからないとか言ってるんじゃなくて、配信者側には配信者側にしかわからない気持ちっていうのがあってね、そういうのを分かってくれる方を中心に、まあ、モデレーターにしたと。配信者ってね、裏返すと皆さんと同じリスナーなんですよ。自分の配信をしてない時に誰かのチャンネルに、見に行ってる立場というのは、リスナーの皆さんと全く同じ立場になることができるんですけど、逆にリスナーさんは、配信者にはなれないじゃないですか、配信をしてないのでね。なのでその部分でちょっと立場の違いがあるのでね、まあ、配信者を中心に僕はモデレーターさんを選ばせていただいたということです。それプラスね、N 国党の、中の人ね、内部の人、党員さんまたは議員さん、まあいろいろね、立候補予定者の方もたくさん来ていただきました。なので、その方たちもね、同じ理由で、モデレーターさんに、任命をさせていただきました。今後もね、そういう形を取らせていただきたいと思います。それもなぜかというとね、その配信者と同じで、
党員とか、これからのね立候補予定者の方とかね、そういった方たちもやっぱりね自分たちの名前が少しでも前に出た方がいいんですよ。名前を一人でも多くの人に覚えてもらうと、それはもちろん現職議員の方も同じですというふうに僕は考えているので、モデレーターにね設定して名前を水色にさせていただいたということです。でね、N 国党内の方はね別にね、モデレーター作業というのを、特に僕はしてくれとは思っておりません。したい人はねもちろんしてくれてもいいんですけど、全然ね普通にコメントしてくださるだけでも、僕は全然ありがたいと思っております。勝手にね名前を目立たすためにモデレーターになっていただいたというような感じですね。それ以外の、まあ、配信者以外の方、リスナーさんで一部ね僕がモデレーターに設定させていただいているのは、リアルでね知ってる、普段電話をしてるとか、LINE をしてるとか、まあ、密にね僕と連絡を取ってて、もちろん僕の顔も知ってるような、コアな方にはね、モデレーターを、お願いをして、設定をさせていただきました。でね、昔からねもうほぼほぼモデレーターのプロみたいなね方もねその中にはいるので、もうね普段は優しいコメントしてるけど変なやつが来た時はもう瞬殺するというね冷酷なモデレーター軍が控えてますので、もう嵐の入ってくる余地もなかったというようなね感じで、結果的に2時間あったんかな、まあ何時から始めて何時に終わるとか予定も全く立てずにいきなり始めたんですけど、最終的にはねトータル1時間56分かな、なんかアーカイブ残ってるのでまだ見てない方はねぜひ見てみてくださいという感じでね、まあ結果的に2時間やったんですけど、あのね体が疲れたかとかねそんなのは全くなかったですね。なんかもうずっと集中してねコメントを読むっていうことに徹したので、特にねなんか疲れたとか眠かったとかね全くそんなことを思う暇もなくね2時間が過ぎ去ったというような感じでしたね。まあ特に緊張するようなこともなく、最初はねなんかねパソコンの文字に向かって自分が喋るっていうなんかその違和感がありましたけど、まあ、まあまあやっているうちに慣れてきたなと順応してきたなっていう感じでしたね。で、その配信中にね、まあ、奇跡が起こったわけなんですけど、渡辺先生ね、N 国党から立候補予定者の購入を受けているね、渡辺先生以前対談もさせていただきました。その過去動画もぜひご覧くださいということなんですけど、その渡辺先生が来てくださってね、残り、1000人まで残り40人ですとかね50人ですとか言ってたんで、じゃあぜひねこの今ね来ていらっしゃる380人のうちですね、まだ渡辺先生のチャンネル登録をされてない方はもうぜひとりあえずチャンネル登録してあげてくれということをね、ライブ配信上で呼びかけさせていただいたところですね、その、ハモフライブの団結力がですね発揮されて5分ぐらいの間にですね一気に1000人超えたと、プラス5、プラス50人ぐらいいったんかな、なんか960人ぐらいだったのが最終的に1010人ぐらい、今もうちょっと増えてるのかもしれないですけど、なんかそんな感じでね、結果的に、その僕の、カモフライブ第1回目のカモフライブ中に、渡辺先生僕とコラボしたね、したね、渡辺先生が、チャンネル登録1000人を突破したというねものすごいミラクルナイスタイミングでね、そういうことも起こりました。もう本当にね、コメント欄でもね渡辺先生おめでとうってねもうすごかったですね。感動的でしたよねあの一瞬はね。ただね、僕がね喋ってるのとコメントを読んでるのと皆さんが、聞いてるのとでねなんかいろいろタイムラグがあったみたいで、もうとっくにね1分前ぐらいに1000人突破してるのに僕だけ遅れてその情報をね他の画面とかで見てなくて、もうライブ配信のね自分の画面を見るので精一杯で、みんなはとっくにね1000人いってるよと思ってるのに僕だけもうちょっとアート6人とか1人で言ってたっていうね、蓋を開けてみればなんかそんな恥ずかしい結果だったんですけど僕の中ではね、まあまあ何を言うてもね渡辺先生が1000人超えたことはね本当にありがたいことですよね。まあああいうね、何回も言ってますけど対談の中でもね、ああいうねしっかりした持ち主考え方の持ち主の方はですね、1人でも多くの人に、まあ、知っていただくのが一番いいと、いうことですね。はい。で、今日はね今夜はね、ライブ配信しようかどうしようか迷ってたところですね、昨日の段階で気まぐれひろきさん、皆さんご存知ですか、今話題の気まぐれひろきさんね、はぐれ哲学者さんから
気まぐれひろきは第2の平塚正幸だって言ってね、動画で配信をされてしまったね、気まぐれひろきさんと、スカイプ対談をすることになっております。どんな流れかというとですね、気まぐれひろきさんが昨日の段階で、お昼ぐらいかなの段階で、なんか、いろんなことをスカイプで話をしたいので、カモフラさん対談してもらえませんかみたいな感じでね、ツイッターの DM をくださいました。なので、まあ、正直なところね、僕気まぐれひろきさんってあんまり詳しくは知らないんですけど、まあまあ N 国を支援されてる方で、ゼッシンさんのねライブ配信の時にちょろっとね一緒にスカイプで喋ったこともまあ本当にちょろっとですけどあったりしたので、まあいいですよと、僕もねそのはぐれさんの動画の件も気になってもいるし、まあ直接ね、気まぐれひろきさんの口から、どういうことなんだということをですね、まあ聞いてみるのもまあ面白いかなと思って、まあ皆さんもね気になっている部分だと思うので、まあそれをね、今回今日のね今夜のカモフライブの中でね、まあその電話の時間をちょっと設けようかなと、スカイプの時間を設けようかなと思っております。ただねあくまでもねカモフライブがメインですので、その中で、気まぐれひろきさんとスカイプをする時間が、一部あるという感じでね、捉えていただければ幸いです。スカイプがメインではないですね。そんな感じです。そんな感じですかね。あ、なんか昨日ねあれですね、まあこれもねツイッターの DM 等々でものすごくいっぱい連絡来てましたけど、僕のカモフライブが終わったぐらいかな、終わったか終わってないかぐらいに、なんかちょうど終わったぐらいかなに、なんか、ニックマックさんが、ライブ配信をされたと。で、立花投手への国党の、お金なんか借金問題についてですね、なんかライブ配信されたみたいなんですけど、まあまあいいんじゃないですか。説得力があると思って本人は言ってるんでしょうし、彼もね今も N 国党の外に出た人なので、一有権者としてね、N 国党に対してですね、まあ疑問に思ったことを自分なりに言ってるつもりなんだと思いますよ。ただ僕が言いたいのはね、まあ今までも言ってきてますけど、まあ人間的に、どうなのというところですよね。まあついさっきまで、さっきではねか、まあ、つい数日前までね N 国党員だった方がですね、出た途端にいきなり、なんか N 国党に対してお金の問題をについていきなり言い始めるというのはね、じゃあ自分のお金の問題はどうなのっていう話になるんですけど、動画でねなんか一生懸命それもね私の供託金についてみたいなねタイトルで説明をされたつもりになっているみたいですけど、それで皆さんが納得はしてないですよっていうところですよね。それに本人は全く気づいていないというところです。まあ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 いいんじゃないですか。僕はね、それについて、こと細かく言及していくのは今現時点では、このタイミングではないかなという感じですね。もちろんね他のね、YouTuber の皆さんはね自由に、思うことを言っていけばいいと思います。ただ僕は今このタイミングじゃないと、まあ他にもいろいろありますんでね、それも踏まえて、今はそのタイミングじゃないのかなというふうにね僕個人的には、思っております。まあ、自分がねそういう行動をすることによってどうなっていくのか、周りにどう思われていくのか、まあそんなこともね考えていけてないような人なのかなという感じはしますけど、まあまあいいんじゃないですか。まあ60年間生きてきてね、結果的にねやらかしちゃってね、それを病院に、把握されて病院の、正式な判断からね、今現時点であなたはこういうことになっちゃったんですよと、いうことですよね。そのあなたが、動画のネタがないのか何なのかわからないですけど、N 国党についてなんかアンチ意見を言うと言ってると、それを見た僕も含めたリスナーさんたちは怒るのか笑うのか呆れるのか、まあそれはね自由な、感情だと思いますけど、まあ今のところ好きにやってたらいいんじゃないですかっていう感じですね。その時が来るまでね、やってればいいと思いますよ。じゃあ頑張ってください。
ホリエモン流に言うと、いってらっしゃいっていう感じですよね。いってらっしゃい。おもろいな。俺もなんか決め台詞決めようか。なんか、鴨頭さんとかだったら、せーの、いいねでしょ。で、ホリエモンは、ハロー YouTube で最後に、いってらっしゃいって言うじゃないですか。僕特にそんなのがないんですよね。モノマネぐらいしかやることがないんで、まあいいんですけど、そんな感じでね。まあ巷ではね、今日祝日ということで、皆さん休みの方がねたくさんいらっしゃると思うんですけどね。まあまあまあ、僕は土日祝関係ないのでね、今日も実は仕事なんですよ。まあいいんですけどね。貧乏暇なしっていうやつですよ、うん、社会人になって暇な人はやばいですよ、マジで。本当に忙しいぐらいがちょうどいいですよ。そのね、忙しい中時間を作っていろんなこともやると、片手間で YouTube もやってみるという感じでやってます。あ、そうそう、昨日のねライブ配信でスパチャたくさんいただきました。ありがとうございます。一人一人ね、ちょっと俺はちゃんと言ったつもりなんですけど、もし、名前をね、言い忘れてた人とかいたら、この場を借りてありがとうございます。これを改めて言わせていただきます。そんな感じでね、いつもスパチャを投げる側だったんですけど、もらう側になって初めて昨日ね、スパチャありがとうございますっていうセリフを僕も言うことができました。ありがとうございます。そしてね、ナイスパーって皆さんがね言ってる間、その間僕はね、コメント読みを休憩できるというね、ナイスパ休憩っていうのを僕改めて作ったので、うん、ぜひね、僕にスパチャを誰かがくれた時は皆さん一気にね、ナイスパナイスパって言ってくださいね。僕読まないで、水飲んだりとかトイレ行ったりとかするんでね。そんな感じです。今日あったかいな。西日がすごいわ。はい、そんな感じです。じゃあ、カモフラドライブ、19回目かな？うん、そんな感じです。はい、以上です。いってらっしゃい。